それでは後半の2時からの放送を始めていきたいと思います。直美さん、よろしいでしょうか。はい。それでは前半の続きをもう少しお話をしてから、皆さんからいただいたお便りをご紹介したいと思っています。第一原因である神の神性を知るために、非造世界に潜んでいる共通の事実を探ってみることにしましょう。ムンソンミョン先生は原理講論の中で、存在しているものはいかなるものであっても、それ自体のうちにおいてばかりでなく、他の存在との間にも陽性と陰性の二性性相の相対的関係を結ぶことによって初めて存在するようになるのであると語られています。すべての物質の究極的構成要素と言われている素粒子をはじめ、原子、分子も皆陽性、陰性、または陽性と陰性の中和による中和性を帯びています。また、すべての植物はおしべとめしべとによって存続し、また、すべての動物はオスとメスとによって繁殖、生存しています。そればかりでなく、森羅万象の存在要素が表裏、内外、前後、左右、高低、強弱、抑揚、長短、高強、東西、南北などのように全て相対であるのも、あらゆる被造物が二性性相の相対的関係によって互いに存在できるように創造されているかだと見ることができます。このように全ての存在が陽性と陰性の二性性相の相対的関係によって存在を保ち得ているという事実を発見することができます。私たち人間を見て、神は男性のアダムを創造された後、人が一人でいるのは良くないと言われ、その対象として女性のエヴァを創造 なさった後、初めて甚だ良かったと言われました。このように人間も男性と女性の相対的関係によって成り立っています。世界には70億の人々が地球に住んでいますが、男女の割合を調べてみると、ほぼ35億対35億です。このうるま市12万を調べてみてもほぼ同じです。私たちはそれぞれ男の子がいい、女の子がいいと出産しますが、それでも男女の割合はほぼ同じです。もちろん国連が人口調整をしているわけでもありません、はい、それはなぜ男女の割合が同じなんでしょうか。それはこの地球上では創造の対処から宇宙の法則に沿った絶妙なバランスが保たれているからです。はい、直美さん、はい、順番を間違えてしまいましたね。私もどこが読んでいるのか分からなくて戸惑いました。まあ2時から放送を聞いてくださっている皆さん、今日はクリスマスバージョンで午後1時から3時までの2時間番組をお届けしているんですが、今本当はこのもう一度そのご紹介をして、それから入っていかなきゃいけなかったんですが、いきなり本論に入ってしまいました。それで直美さんもあっちこっち原稿を探してたんですね。マイク直しなんで隣でなんかこのざわざわしてるのかなと思ったら、どこ読んでるか、大体いつもあなたが間違ってると思って見てるからいけないんだよね。私が間違ってた。まあぜひ皆さん、今日この年に1回のクリスマス、いろんなサプライズ、いろんなことがありますけど、この番組楽しんでいただければと思います。まあ後半のこの1時間はぜひ皆さんからのお便りどんどん送っていただいて、それを中心にお届けしたいと思っています。まあぜひこれからでも構いませんから、メール、電話、ファックス、どんどんくださると嬉しいですね。直美さん、はい、じゃあもう一度だけこの宛先、はい、お願いしますよ直美さん、はい、お願いします。電話番号、はい、はい、098-965-5868、ファッ
ファックス番号は 098-965-4868、 メールアドレスは 868@fm-urma.com、 すべて小文字となっています。はい、はい、リクエストお待ちしてます。お待ちしてます。何度でも何度でも送ってほしいですね。はい、一人で2つ3つ送ってもらってもいいですよね。そうなんです。何度でも送ってほしいという願いを込めて、じゃあ2時からのオープニングソングを先にかけなきゃいけないですね。はい、じゃあお願いします。ご紹介、オープニングソングをご紹介します。はい、クリスタル K の何度でもです。これたまたま偶然だったんですよ。別に意図して何度でもという曲を選んだわけじゃないですから。これはフジ、テレビ系ドラマ大人女子の注入歌。特に日々うまくいかないことがあったり、不安や悩みを抱えたりしながらも毎日頑張っている皆さんへの応援歌になっています。はい、それではお聴きください。クリスタル K で何度でも。
それでは先ほどの続き、それをお伝えしていきたいですね、はい、ではなぜ神は男と女とに創造されたのでしょうか。神は一人でいるのは良くないと言われました。ということは、人間は一人では幸せを手にすることはできないということです。人という漢字が人が支え成り立っている、まあそのように書きます。天国の天という漢字が二人の人と書くように、人が幸せになるためには男性にとっては女性が必要であり、女性にとっては男性が必要だということです。その幸福になるための手続きが結婚です。結婚を通じて夫婦となり、夫婦を通じて新しい命が誕生し、私たちは父母になります。このように神が男性と女性を創造された目的は、子女の愛、兄弟の愛、夫婦の愛、父母の愛、この四つの愛、四つの心情を通過して私たちが父母になり、理想の家庭を築き上げ、幸せになるために男と女を神は創造されたというわけです。結果的存在である人間の中に、陽性である男性と陰性である女性が存在し、父母になり、理想の家庭を築き上げ、幸せになるためだったならば、原因的存在である神の中にも、陽性的な男性部分と陰性的な女性部分があって当然です。そして神が創造した私たち人間の人生が、父母から愛されるところから始まり、父母になっていくのを見ると、私たちを創造した神ご自身もそもそも父母なる存在であるからだということがわかります、はい、このように異常世界に潜んでいる普遍的共通事実を探ってみると、原因的存在である神は私たち人間にとって父母なる神であり、結果的存在である私たち人間は神にとって子供であるということがわかります。まさに神と人間との関係は親子の関係であるということです。ナオミさん、この結論を聞いてみてどうですか。はい、神様と私は親子であるって聞くと、うんうん、悲しむ人っていないんじゃないですか。本当にね、とても嬉しくなる言葉だと思うんですけど、うん、はい、神がいるとかいないとかということを論じるよりも、やはり人間が幸せを感じるってどんな世界なのか、それをやはりイメージを膨らませてね、考えていけば、神が親であるという言葉は素晴らしい言葉だよね、はい、うん、このように神と人間は親子の関係であり、親なる神は私たち人間に幸福になるために必要なものを全て与えてくださいました。この事実を教える使命を宗教は担い、信仰の道を説いてきましたが、そもそも親子の関係は信じるという関係ではありません。ナオミさんはどうですか。お母さんを、実のお母さんを親だと信じてるんですか。いえ信じるっていう、はい、そういう関係、当たり前、当たり前ですよね、はい、まあ、そういうこの信じるというものではないですよね、はい、信じる信じないという関係ではないということですよ。親子の関係は絶対的信頼関係で成り立っているものです。故に今宗教の時代が終わり、新たに家庭の時代が始まることによって、親子の絶対的関係性をもとに誠の家庭を築き上げる時代が到来しました。今こそ結婚と家庭の神聖な価値を広く社会に発信し、家族が和合する平和で円満な家庭づくりを実践する国民運動を展開し、家族が互いのために生き合う誠の愛の伝統を家庭に定着させることを通じて、
家庭と地域の絆を強化し、家庭を基盤とした日本の創生を実現していきたいものです。はい、それではここで1曲お届けします。畑基博さんの聖なる夜の贈り物です。はい、北海道シチューの CM ソング、はい、思いを伝えたい愛する人に贈りたい一曲です。きっと皆さんもね、聞いたことあると思いますよ。聞けばわかりますよ。ああ、あのシチューだなって。あ、そうですか。はい、それではお聞きください。はい、畑基博さんで聖なる夜の贈り物。
さあ、直美さん。はい。シチューは浮かばなかったですか？出てこなかったです。あのサビの部分ですよ。あれは誰だったかな、あの俳優、なんだ、あの忘れちゃった。ちょっとまだ今やってるんじゃないの？ぜひ関心持って CM 聞いてみてくださいよ。そうですか。じゃあ直美さん、はい、これからの約30分間お便りで成り立たなきゃいけないんですけど、はい、お便りが1,2,3,4 もう数えるほどしかありませんけど、これをどうやって30分待たせるか、直美さんのこの手腕の見せ所ですね。いえいえ。日頃のまたぜひお話も聞かせてくださいよ。今日はたっぷり時間、あと原稿は何もないですから、原稿なしで。難しい。じゃあお便りお願いします。はい、ご紹介をお願いします。本日はクリスマスですね。はい。神の子の誕生を世界が心から祝う喜びの一日ですね。うん。何人かの友から祝いのメッセージをいただき心温まる思いでいます。うん。本日はリクエストお願いします。はい。五木ひろしさんのちぎりです。今日もしっかり聞いていますよということで、たまやんさんからいただきました。はい、たまやんさん、ありがとうございます。いつもね、これ約1年間ずっと、もう前ほぼ毎日、あ、ほぼじゃない、毎日だよね、毎週、はい、お便りくださってね、もう夏の時にはなんかこの挿絵も入ってましたね。はい、そうですね。継続ってすごい。ねえ、もうこのためにこの水曜日と金曜日は時間を割いてくださってるから、ありがたい話ですよね。ありがとうございます。五木ひろしさんかけたいんですけどね、玉屋さん。来年のお楽しみということでよろしくお願いします。はい。あとメール来てますね。じゃあ私が読みましょうか。はい。ラジオネームうるま市のまぶやさん、リクエスト曲来ているんですが、テレビドラマ五時九時、さっきね、はい、このバックナンバーのクリスマスソングかけました。まあ、このリクエストは来てますけどね、まぶやさん聞いてくれましたからね。はい。最初にかけましたからね。いや、なんか心がそうですね通じてたのかね、やっぱりこの歌はとてもいいですよね。娘が見ていたドラマですが、時々一緒に見たりしていました。私たちは毎回一緒に見てたかな、あのダビングしてるの、ダビングというか、ね、息子娘たちが録画予約して、ね、してくれてるから、うん、まあ、私たちも見てましたね。最終回でお寺にクリスマスツリーのイルミネーションの中でヤマピーと石原さとみさんが抱き合うシーンがありました。それが違和感を感じるというよりは、なんだか仲の良い二人を見てイエス様もお釈迦様も喜んでいるような感じがしました。ちょっと軽いでしょうか。でも明るい感じがしました。ということで、うるま市のまぶやさんからもらいました。確かにお寺って仏教なのに、うん、クリスマスってキリスト教そういう違和感なかったですね。いや、違和感なかったよね、全然なかったよね。よかったですよ。うん。いや、まぶやさん言うように本当にイエス様とお釈迦様が抱き合って喜んでたんじゃないかね。なかなかああいう場面って今までありそうでなかったよね。うん、よかったですね。いや、あれこそ今の時代にふさわしい、やはりこの宗教と宗教のね、壁を取っ払ったそういう姿じゃないかな、なんてね、うん、思いますよね。うん、いや、なかなかいいところに気づきましたね、はい、マフヤさんは。壁が取っ払われた光景って感じでした。やっぱりあの映画見てみてもね、本当に一途に、あ、ドラマ一途にこのあなたを愛してるってね、うん、言える、やっぱりそういうこの姿って大事ですよね、うん、あなたを愛してますって言ってますか。時々いつ言いました。3年前ですけ
そんなことない、そんなことない。最近も何度か。私は昨日もあなたに言ってあげたら何回言うんだ。はい。前に進みましょう。前に進むって言ってね、お便りはないんです。大変なことになりそう。はい。もう一つ。このお便りは後から。はい、うん。まあだからね。本当に愛してる人に対して愛してるって表現することっていうのはとても大事だと思いますよ、うん、それをまた受け止めてね、いく、そういうこのやり取りって夫婦の中でもそうだけど親子の中でもね、もっともっと大切にしていかなきゃいけないことじゃないかなって。以前ねハグの話もしたけど、やはり親子の中で愛してるというこの言葉や愛してるという言葉を何か行動で示すとかね、まあ、ハグがその一例、いい例ですよね、はい、やっぱそういったものをどんどんやっぱり特に日本人とかねはやっていく必要があるんじゃないかなと思うよね、うん、そうですね。ある方からどうやったらこのお祈りを上手にすることができますかってね最近聞かれたんですよ、うん、はい。まあ、祈りをどうするって多分その方もね多分今までいろんなところとかでいろんな人からねそういう祈祷学とかそういう形で聞いているんだと思うけど、どうしてもこのある人のためにお祈りをしたいと思うんだけどうまく祈れないって言うんですよ、うん、だからまあその、まあ、質問をもらったからね私もちょっと考えて、うん、まあ単純にね多分今まで多くの人たちがこの方に言ったと思いますよ。祈りとは神との会話だって、うん、まあこう言いますもんね普通。そうですね。祈りとは神との会話だって、まあそれはよくよく分かってるので、はい、じゃあ一体じゃあ何をこの方にね伝えたらその祈れないというねこのご自分が持っていらっしゃるその一つの今悩みといえば悩みなんだから回答になるのかなと思った時に、まあ、感じたことは神とのこの親子の会話じゃないですか、はい、親ってもちろん子供から何か言われる、ああこう考えてるんだなって思いますよね。そして親がまた子供に対して言葉でね何か言うと、ああ親ってこんなこと考えてるんだなって思うじゃないですか。でも親子っていうのは言葉だけで通じ合える世界だけじゃないですよね。何か悩んでいたりとか心配そうな顔をしてるだけでやっぱり親はその子供に対して目がいったりとか心がいったりとかしますよね。だから祈りってなんだろうなって考えた時、例えば誰かに対する祈りとかね、うん、その人のことを心配してあげたり、うん、その人のことを何か思ったりするだけでも祈りっていうのは成り立つんじゃないかなってね、うん、変にこの祈れないって言ってこの言葉を探してきてね、そして言葉を並べてみて祈ってもかえってその方そうやって行けば行くほど何か伝わるものが伝わらなくなってしまう、かえって言葉が邪魔してしまってね、それよりも純粋に心配してるというこの気持ちそのものの方がいや祈りとしてはとてもね何か私はピッとくるものがねあったんだけど、直美さんどう思いますか。祈りは心配してあげること、関心を持ってあげること、うん、まあそうですよね、うん、と言葉を並べ立てるよりも、まあ、思いが先なので、うん、まあ、それ自体がもう祈りになるんでしょうね、うんうん、だから信仰生活そのものがそうだと思うんですよね。何か儀式だったものとか何か決められたその基本はもちろんありますよ。でも
その形式とか儀式よりもやはり心の思い、そういったものを先立てていくことが肝心じゃないかなってね。まあ私ももうこの信仰を持つようになってもう34年5年経つんだけども、いまだ信仰を極めてるなんて実感が全くないんだけど、でも信仰生活こうやってずっとやっていくと、だん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 なんかシンプルになって単純になって、そこに本当は真実があるんじゃないかなってね、最近特に感じるんですけど、はい、ナミさんどうですか。まあ、そうですよね、シンプル、私もあのお祈りに関して、台所で人参を切りながら、この、なんですかね、まあ、美味しくなれじゃないけどなんかこう誰かのことを思いながらこのご飯を作ってるっていうのもお祈りなのかなと思うよですね、うん、洗濯をしながら、まあ、文先生奥様から習ったこのお洋服、お洋服、この服が私たちの体を守ってるっていう思いで、こう洗濯を干すんだっていう、やっぱそういったことを聞いたことありますけど、やっぱそれも祈りなのかなって思いますね。と思うよ、だからやっぱりシンプルになっているんですよね、きっと私なんかそういう意味ではこの間相当祈ったよ。クッキー作るのに約7時間8時間ずっとこのこねながら美味しくなれ美味しくなれってこうやってこの祈りながら練ってましたからね、だからあれ2時間も3時間も徹夜で祈祷しなくてもこうやってクッキーをね練りながら、美味しくなれ美味しくなれって言って食べてくれたら、ね、美味しいってまた言ってもらったら、このこと自体がもう会話じゃないの。だそうやって世の中がみんな成り立っていくとね、その姿見てなくても目の前のクッキー一つに愛を感じたりすることなんて、とても素敵な世界だと思わない、そしたら一つずつ何かおろそかにできないもんね。そうですね、これが本当の意味での信仰生活の生活化じゃないかななんてね思いますけどね、はい、はい、じゃあ曲のご紹介お願いします。はい、それではここで一曲お届けします。はい、お願いします。ボアのメリクリです。はい、メリクリ、メリークリスマスの略ですね。メリクリ、メリクリ、はい、この歌の男女のように日本と韓国の距離が縮まればという願いを込めて届けます。本当そうですよ。お届けします。それではお聴きください。ボアでメリクリ。
それでは引き続きお便りをですねご紹介していきたいと思います。じゃあ私から読みましょうか。神谷さんご夫妻へメリークリスマス。心温まるお話、そしてとてもためになるお言葉、感動して、聞いています。やはりサンタさんはいた方が夢があり楽しいですよね。記者が一人の少女のために心を砕き取った行動に感動です。ということで、まるちゃんさんからね、来ています。まるちゃんさん、ありがとうございます。本当そうですよね、いないとか、やっぱりあれは大人だよとかね、あれはお前お父さんだよなんて、こんなことを言うこと自体夢がないですよね。夢がどんだけ大事か。はい、じゃあ直美さんお願いします。はい、いつも聞いています。初めてお便りします。はい、ありがとうございます。放送を聞き心が温かくなります。ありがとうございます。今日は2時間だと知り、採用されます可能性高いと。高いでしたよ採用されました、はい。リクエスト曲は、東に住む人は幸福、西に住む人は幸福の歌詞の NHK の、みんなの歌の、この原始人の絵の歌で、東西南北の歌リクエストお願いします、っていうことだったんです。ちょっと探せなかったのだね。これもまた来年だね。ああそうですか、この歌は子供が小さい頃一緒に聴いて、どこに住んでも幸福なんだよと歌を聴きながら話していた、ほのぼのとした時間を思い出しました。よろしくお願いします。ゆりちゃんさんより。はい、ゆりちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ来年お届けしましょうね。そうですね、探さない、なんかね、ちょっといい曲だなって、歌詞を少し聴いただけでも感じますからね。はい、じゃあ続いて、お電話いただいていました。お電話、はい、お弁当食べながら聞いています。おいしいお弁当でしょうね、きっとね素晴らしい番組ありがとうございます。これからも頑張ってくださいということで、うるま市の A ちゃんさんより。はい、 A ちゃんさん、ありがとうございます。お弁当のお供になったでしょうかつまみはい、あとメールが来てますからね、じゃあ直美さん、メールのご紹介お願いします。はい、夫婦の力から元気をいただいている一人のおばあちゃんで、おばあちゃんより。はい、おばあちゃん、ありがとうございます。初めてお便りします。我が家には2歳になる孫がいます。女の子です。母の立場の時は気づかなかったことが、祖母になって家族の尊さに気づいたことをお便りしたいと思います。とても元気すぎてやんちゃな女の子です。でもこの子の唇を通して出てくる言葉に、日々心が洗われ、生きる喜び、家族の絆の強さを感じる日々です。精一杯元気に泣いたり笑ったり、小さな体に魔法の種をまいて生きる力を与えてくれる女の子。本当にね、どんなにやんちゃしてもごめんなさい、どんなに小さなことにもありがとう、大好き、小さな体、小さな口から出るこの言葉、祖母になって初めてこの言葉が人の心を温かくし、生きている喜びを感じる魔法の言葉をと知りました。本当そうだね。夫婦の力のラジオから家族の絆の尊さを聞きながら、我が家にも2歳の孫を通して芽が出てきているのを感じることが、どんなに幸せであるか、夫婦の力のご夫妻の魔法の言葉が不幸に思っている家庭に、今日のクリスマスのサンタさんになって届きますようにお祈りいたします、ということで、はい、メールをいただきました。はい、ありがとうございます。本当にそうだよね。この2歳のお孫さんのこの言葉こそ魔法の言葉、持てば神様の言葉だよね。ごめんなさいとか、ありがとうとか、大好きとかね子供はそんなたくさんこの言葉をまだまだ覚えてるわけじゃないけど、でも肝心な一番大事な言葉をまず覚えるわけだよね。いやー、だから子供はやっぱり神の子、神そのものかもしれないね。授かり物と言いますからね。いやだから
やはり親もそうだけど、おじいちゃんおばあちゃんたちもね、孫を通じて教えられる世界だ、こうやって、まあ、今日のお便り読んでみると本当にあるんだなって実感しますね。そうですね、孫がいておばあちゃんになれるんですからね。本当にね、うん、私も早くおばあちゃんになりたいです。早くじゃあ娘に言ってください。長女に早く結婚するように。まあ今日はクリスマスということでやってきて、あ、もうあっという間だよね。2時間長いなと思ったらもう終わりですよ。あ、もうこんな時間になりました。こんな時間ですよ、うん、いや3時間番組でもよかったかね。あ、いえいえ。まあ今日はクリスマスということで、今日の夜きっとご家族で過ごされることが多いと思いますよね、はい、ね。まあ私は思うに、我が家のサンタさんは何をくださったか、まあ私は長男と次男にはもうクリスマスプレゼントね、サンタさんくださいましたけど、長女と次女にはまだあげてないので、これから考えなきゃいけないけど、はい、私もねもらいましたよ。あ、そうですか。直美さんもらってないんですか。いっぱいもらいました。いっぱいもらった。何もらったんですか、知らないうちに。いっぱいもらいました。私はねサンタさんにもらった大事なものをもらいましたよ。それは愛する妻が隣にいて、愛する4人の子供たちが元気でいてくれることが、私は今日ね改めてこれが神様サンタさんからの最高の贈り物だなってね、この放送しながらも、まあ今日は特に朝ねちょっと あったからね、はい、うん、そんなことがこうしてふとこの蓋開けてみたら、うん、まあそれほど大事なことではなか、大変なことではなかったんだけど、でも一つことが起きると親ってやっぱり心配するよね。そう、ね、そういう意味ではやっぱり子供たちが元気でそこにいてくれること自体がもう最高の贈り物ですよ。これ以上の贈り物を神様にサンタクロースに要求したらなんか申し訳ないね。そうですね、うん、私たちは、まあ、親としてプレゼントあげてるような感じだけど、もらってるんですね。そうですよ、息子はたくさんもらってるんです。娘は何くれるのかな、くれないのかなじゃなくて、もうすでに話題は親としてもらってるんだってことをね、今年のクリスマスは気づかせてもらいましたね。そういう意味ではとてもいいクリスマスの夜になりそうですね。はい、はい、まあ今日はスペシャルバージョン、皆さんどうだったでしょうか。これからもこの番組を通じて夫婦の愛、神様の愛の大切さを一人でも多くの皆さんに知っていただければと思っています。この番組を聞いて幸せを手にする夫婦親子が増えることを祈りながら、第31回目のクリスマス特別バージョンを終わりたいと思います。来週の金曜日、もう来週って言ったらもう元旦ですね。元旦ですか。そうですよ、1週間後の金曜日は元旦ですよ。元旦お休みですか。え、いや、ここに来て明けましておめでとうございますと言わないと大丈夫の1年が始まりませんから。そうですか。ぜひ来週の金曜日の午後も、元旦の午後も夫婦の力を2時、そうですね、2時にまた戻りますので聞いてくだされば嬉しいです。それでは最後に世界平和統一家庭連合創始者ムン・ソンミョン先生の御言葉をご紹介いたします。この世の中に自分のためだけに存在しているものは一つもありません。神様はこの世界をそのように創造されていないのです。男性は女性のために存在し、女性は男性のために存在します。自然は人間のためにあり、人間はまた自然のためにいるのです。この世界のあらゆる被造物は相手のために存在し作用します。ですから相手のために生きなければならないというのが天の道理です。ムン・ソンミョン先生自由伝、平和を愛する世界人としてより。じゃあ直美さん、これから終わったらライカムにケーキ取りに行かなきゃいけないですよ。はい、あ、そうでした。そして次回の放送、元旦に向けてまた今年もさあ残り1週間、はい、よろしくお
お願いします。それではエンディングのご紹介をお願いします。それでは今日のエンディングソング、高橋優さんの明日はきっといい日になるをお届けしながらお別れしたいと思います。来年はきっとまたいい日になる、いい年になる、いい年、はい、そういう意味でお届けしましょう。それでは皆さん、素敵なクリスマスの夜をお過ごしください。はい、また来年お会いしましょう。お会いしましょう。